ず知れ、広告本線から通信が入りました。タクト。了解。そちらからの報告は全て受け取った。タクト、あの報告に間違いはないのだな。そうか。ならば、わしからはもうお前に言うことはない。報告が確かであるのなら、どうしても直接話がしたいとおっしゃるのだ。久しいな、マイヤーズ。あの祝勝会以来か。うん。それよりも話は聞かせてもらったぞ、マイヤーズ。難儀であったな。そなたの心中察するにあまりある。私を怒らせるつもりか、マイヤーズ。わかればよい。エオニア戦役より、そなたたちは私にとって恩人であり友なのだ。この通り、いささか不自由な立場ではあるが、友の心配ぐらいはさせてくれ。うん。しかし、まあ、私などが心配しなくとも、そなたであれば何とかしてみせるのであろうな。これまでの戦いにおいても、そなたは圧倒的不利な状況を幾度となく覆してきたのだからな。しかしだ。それはそれとして。わかっているな、マイヤーズ。七番機ばかりか、クロノブレイクキャノンまでバルファスクに奪われたのは、そなたらしくもない失態であったな。あれらを失うのは、我らトランスバールにとって大いなる損失であることは明白だ。その上、あの者らは白き月すらも狙っていたと聞く。幸いなことに、シャトヤン様とノアによって救われたが、もし白き月まで奪われていたら、これから先我らはなすすべもなかったろう。申し開きすることがあるなら聞こう。おい、タクト、あれはお前だけの責任じゃ。それは殊勝なことであるな。いなことを。たった今、いかなる処遇も受けると言ったはずではないか。随分と勝手な望みだな。ねえ、ここ。マイヤーズ司令、エルシオールをクビになっちゃうのかな。そんなことないとは思いたいけど、七番機やクロノブレイクキャノンを取られたのは確かだし。大丈夫だよね。タクト・マイヤーズ、いかにそなたが広告の英雄とはいえ、そのような勝手が許されると思っているのか。
ならばそなたに命ずる。タクト。タクトマイヤーズ、そなたをエデン解放艦隊の総司令官に任命する。増援艦隊を束ね、速やかにエデンを解放せよ。え？嘘。うん、責任を持ってエデンを解放してくるがよい。その功をもってそなたの失態を免じよう。ところでマイヤーズ、そなたの背後が何やら不穏なようだが。こういうことになると分かっていたなら事前に言え。そういえばそうだったな。そのような恨みがましい目をするな、クールダラス。実際マイヤーズ鋼鉄の声が上がっていたのも確かなのだぞ。それを事態の収束を約束することで何とか黙らせたのだ。つまりただ安易に総司令官に昇進させたわけではなく、エデン解放の功をもって先日の失態を水に流すと。平たく言えばそうなるな。マイヤーズの広告へのこれまでの貢献は無視できぬものがある。いわばこれは妥協案というところだ。私もルフトもそなたを信じているがこそ無理を通した。無理ですか。そうだ。故にマイヤーズ、そなたにもう後はない。心しておくのだぞ。気にするな。その代わりエデンを解放したとして、これ以上の昇進もボーナスもないぞ。そうであったな。ならばその心証明してみせよ。私もじきトランスバールを立つ。私が到着するまでにエデンを解放しておくのだぞ。今そのための軍の編成にルフトが飛び回っている。こちらにいらっしゃるというのですか。なんだ、私が赴くのは不服か。いえ、そのようなことは。ただシヴァー陛下がおいでになるのはエデンを解放してからのことだと。私やルフトもそのつもりだったが、そうもいかなくなったのだ。そなたらの報告書にもあったが、やはりバルファスクは脅威だ。クロノクエイクを起こせるほどのテクノロジーに加え、今はエデンのテクノロジーをもその手にしている。その上、我らがその巨大な力に対抗するにはエデンと手を結び共にこれを迎え撃つよりない。そのためには私自らがエデンに赴き、可能な限り迅速に国交を結び協力体制を整えるほかなかろう。もっともそれまでにエデンが解放されていなければ
まるで意味のない話だが。その言葉を忘れるなよ、マイヤーズ。私はエデン以外の地でそなたと会うつもりはないからな。それと、これから激しい戦いになるだろうが、シャトヤーン様とノアを頼む。心苦しいが、やはり白き月にもエデンへの帯同を願わねばならないからな。頼んだぞ、マイヤーズ。エンジェル隊の皆にもよろしく伝えておいてくれ。そなたらの武運を祈る。エデン解放艦隊か。どうやらまた忙しくなりそうだな。と言っても総司令官ですからね。変わるぞ。当たり前だろうが、増援として合流してくれた艦隊の指揮運営もこっちでやらなきゃいけないんだからな。情報はまとめてあるから、目を通して各艦の状態を完全に把握しておけ。ああ、アルモ、頼む。了解。マイヤーズ司令の端末にデータを送ります。いや、悪い。その、こんな状態だっていうのに、やけにお前が職務に集中してるもんで、ついな。それはもちろん、ミントのことに決まってるだろう。そうですよ。ミントさん、結局あれからずっと自分の部屋にこもってるそうじゃないですか。それでしばらくは紋章機にも乗せられないって、マイヤーズ司令は心配じゃないんですか？そのお前がミントに構うことなく脇目も振らずに仕事してるのが妙に気になってしょうがないんだよ。ま、仕事をさせてる俺が言うのもなんなんだが。どういうことだ？確かにそうかもしれん。だがそれならやはりミントを優先させるべきじゃないのか。何？
しかしそれはさすがに辛いと思うぞ。何せお前は総司令官なんだから。マイヤーズ司令、そこまでしっかりと考えてらっしゃったんですね。ああ、正直驚いた。でも私感動しました。マイヤーズ司令さえその気になれば七番機を取り返してミントさんの逆テレパシーもすぐに治りますよ。真摯な愛を感じます。何？もう終わったのか？まさかお前、今の会話中に全部。あとはエデンまでの遠征計画のまとめ上げだが、特に問題はない。いや、それどころか現時点でこれ以上のものはできないだろう。これなら1週間、いや5日もあれば万全な状態でエデンに立てるぞ。了解した。はあ、別にそんなものはない。ただつくづく思っただけだ。こういったお前の勤勉さがもう少し早く発揮されていれば、これまでの俺の苦労も激減していただろうってな。まあいいさ、それだけお前にとってミントの存在が大きいってことだろう。そうだな。ああ、これだけやってくれれば十分だ。行ってこい。出発までは俺だけでなんとかなりそうだ。ミントさんに会いに行くんですね、マイヤーズ司令。マイヤーズ司令、ファイト！美味しいケーキが焼けたんだけど、よかったら一緒にどうかな？ショートケーキでしょ？ザッハトルテでしょ？フルーツ盛りだくさんのタルトにプリンパイ、あとは、とにかくいっぱい！
にしないで、今日は徹底的に食べようよ。あーん、この手もダメか。ミント部屋から出てきてくれないよ。どいてなさい、ミルフィ。こういう時はね、そんな甘い言葉より心に響く熱い叫びの方が効果的なのよ。ミント、引きこもってばかりいたら運動不足ですぐにブクブク太っちゃうわよ。さあ部屋から飛び出して、私と一緒に青春の炎を燃やすのよ。あの夕日に向かってダッシュよ。だー、ちょっとこら聞いてるの？ツッコミ入れられるよりもそのまま放置される方が何百倍もこっぱずかしいんだからね。ラウフ先輩。で、痛いじゃないのよ。デデ隠しにドアに聖剣好きなどされてはと今言おうと思ったんですが、ミントさん、ランファさんのおっしゃる通り、部屋にこもりきりは体によくありません。ダメですか？やれやれ困ったもんだね。ランファはともかく、ミルフィやバニラでもダメだったか。なんで私はともかくなんですか？あ、タクトさん。ちょっとタクト、あんたもしかして今の見てたんじゃないでしょうね。まだ痛いわよ。当たり前でしょ。すっごい硬いんだから、ドア。落ち着いてください、ランファ先輩。ランファ、ケーキ食べる？後で食べるわよ。それでも食べはするんだね。ランファさん、テオ、ナノマシンで治療します。一緒に青春を燃やそうね。はい。なんで目をそらしながら言うのよ。まあ見ての通りだよ。お城に閉じこもったお姫様をお誘いしようと思ってね。そこでなんで私を見るのよ。けどまあ結果はこのざまさ。なかなかうまくいかないもんだね。無理もないこととは思うのですが。そうだよね。自分の考えてることが全部周りに漏れちゃったらやっぱり恥ずかしいもん。どうせミルフィーの頭の中にあるのは食べ物のことだけじゃない？そんなことないよ。私だって。まさか本当に食べ物だけなんじゃないでしょうね。タクトさんもミントさんに。そんなことはありません。タクトさんはミント先輩の恋人なのですから。そうだよね。私たちじゃダメでも、タクトさんだったらミントも出てくるかも。やっぱり
女の友情よりも恋人との愛情の方が大きいのか。そうだね。これまでは他人の心がミントに対して筒抜けだったのに、今度は逆に自分の心が周りに筒抜けになっちまったんだから。全てが一変したわけです。それが大変だってことが分かってるから、なんとか少しでも元気づけようとしてるんじゃない。まあ私らがここでグダグダ言っててもしょうがない。タクトも来たことだし、おいとましようかね。そうですね、私たちは一旦いなくなった方がいいかもしれないし。じゃあよろしくね、タクト。タクトさん、あんたのその思いはきっとミントに伝わるさ。じゃあ頼んだよ。それでは失礼いたします。早くお入りください。これ以上ドアを開けていては私の声が外に漏れてしまいます。お入りにならないなら閉めますわよ。ぼーっと立ってないで、お座りになられたらいかがです。何かタクトさんに見られてまずいものはあったでしょうか。あ、そんなことを考えては全て筒抜けになってしまいます。考えまいと思えば思うほど、なんでこんな風に考えてしまうんですの。私ならタクトさんの正面におりますわ。もうなんで気がつかれないのでしょう。本当に愛がありませんわ。また私変なことを考えてしまったようですわね。やはりタクトさんのおっしゃる通り、口で話した方がまだ余計な考えをしないで済みそうですわね。タクトさん、私はこちらです。くちばしを閉じていたからわからなかったのでしょう。この部屋と合わせて二重の防衛というやつですわ。部屋同様、着ぐるみにも精神波を遮断する材質を用いてますの。
の方には何の問題もないですわ。ご心配をおかけして申し訳ありません。心配したという割には仕事仕事で随分と遅いご来訪ですこと。またやってしまったようですわね。そうですわね。こうして自分の心の声が外に流れるようになって初めてそのことに気がつきましたわ。これまで私の前に立った人たちは、私がテレパスだと知るや否や、いろいろな考えが溢れ出してきましたわ。それこそ私の前では無防備になってしまう自分の心を取り繕い、守ろうとでもするかのように。その時の私は、そのあざといまでの心の動きを滑稽に思ったものですが、何のことはありませんわね。今の私が、まさにそれですわ。自分のすべては何も語ろうとしないくせに、他者のすべてを見透かしてしまう私へも、これは罰なのかもしれませんわね。私、また余計なことを考えていたようですわね。いいえ、タクトさんだけの責任ではありませんわ。でも、そうですわね。罰でなければ、今までのツケとでも言いましょうか。人の心を勝手に覗いた自分自身への、それでも私が皆さんの心の中を覗いてきたというのは紛うことなき事実ですわ。その報いを今受けることとなった。そう考えてもおかしくないでしょう。かもしれません。ですが、そんな風に考えざるを得ないほど私は怖いんです。普段は心の奥に閉じ込めて、そうそう口に出したりはしないこと。あ、タクトさんがまっすぐに私を見つめていますわ。こんな至近距離で見つめ合うなんて、本当に久しぶりのことですが。あ、嬉しくて、私、もう胸が。ああ、何も聞こえませんわ。タクトさんには何も聞こえません。今のは絶対なしですのよ。忘れてください。そもそもタクトさんが悪いんです。タクトさん、後ろを向いてください。
に見つめられていては、話している最中だというのに、全然関係ないことを考えてしまうじゃありませんか。感謝いたしますわ。それでどこまで話しましたでしょうか。ええ、思い出しましたわ。とにかくそういうことですの。本当の自分を知られるのが私は怖くてしょうがないんです。だから絶対にこの部屋を出ません。タクトさんやエンジェル隊の皆さんに足を運んでいただいて申し訳ないとは思いますが、それでも私はこの部屋から出たくない。私の心のすべてを知られたくないんです。そして、私の心のすべてをぶちまけろとおっしゃりたいのですか？そういえば、タクトさんは常々私に本音を口にさせようとしていましたものね。こんな具合ですが、タクトさんにとっては満足なのでしょう。話することはもうありませんわ。さあ、そろそろ部屋を出てくださいませ。それとも強引にでも私の心のすべてを読んでいかれますか。出ないとタクトさんとのお付き合いはここまでですわ。そんなことを言いたいわけではないというのに、私はどうして。タクト、送り出しておいて悪いが、ちょっとブリッジまで来てくれ。そうですか。でも、やっぱりちょっと寂しい。
なあ、来てくれたか、タクト。それで、ミントはどうだったんだ？そうか、すまんな。ん？なあ、遠征計画に関しては細かい修正は必要だが、おおむね問題なしだ。シャトヤーン様や各艦長からも了解を得られたが、別口でちょっとした問題が起きた。こいつを見てくれ。こいつは盗聴装置だ。ブリッジに仕掛けられていた。これまで気づかないとは、全く迂闊だった。間違いなくな、これだけの装置を作れるのはバルファスク以外にありえない。発見が遅れて申し訳ありませんでした。マイヤーズ司令、ブリッジのほか数箇所でも確認しましたが、すべて取り除きました。一応白き月にもこの装置のデータを送っておきました。そうなるな、エデン解放の計画も実行前にすべて知られたわけだ。ああ、こっちの方が一大事かもしれんな。こいつはさすがに痛すぎるか。どうするつもりだ、タクト。確かに奴が自由に動ける時間を作るのは得策ではないな。それじゃあ、そうか。エンジェル隊全員集合ってわけにはいかないね。どうも。一応ミントにも声かけたんだけど、ダメだったわ。やっぱり部屋から出られないみたいで。事情はわからんでもないが、それはそれ、これはこれだ。ま、今回は仕方あるまい。なあ、どういう用件なんだい？そりゃまた本当に随分と急だね。
実はバインの置き土産が続々と出てきてな、今やうちの情報は丸裸になっちまったんだ。バインさん、それってどういうことなんですか？なるほど、そいつは確かに丸裸だ。我々の内情は全て知られている。つまりミントさんのことも知られてるでしょうね、全部。そういうことなら出撃を急ぐのも頷けるってことだ。手ぐすね引いて私たちを待っているバルファスクの連中に余計な時間を与えるわけにはいかないわね。ですがそれは少々危険ではないでしょうか。本国からのさらなる増援を待ち、必勝の体制を作ってからでも。せいてはことを子孫じます。私もその方がいいと思います。何があるか分かりませんし。だからこそ早くぶっ飛ばさなきゃいけないんじゃない。のんびりやっててまた変なこと企まれたらたまったもんじゃないわ。タクト、あんたはどう思う？言う通りだと思います。同感です。数を揃えた方が優位に立てるというのは戦略の基本ですから。力を合わせるべきです。あ、そうかもしれません。ではどうするんですか？了解しました。ああ、腕が鳴るね。この前の戦いの汚名返上といこうじゃないか。エデンを解放して絶対バルファスクとバインにギャフンと言わせてやるんだから。私も頑張ります。ついにエデンですか。なんだか胸がドキドキします。エデンの人たちを助けましょう。急にあらぬ方向に顔を向けたりしちゃって。ミントの声？私は聞こえませんでしたけど。私もです。ミント恋しさの幻聴じゃないのかい？しっかりしておくれよ総司令官。反応からしてどうやらミントさんは部屋にいるみたいですけど。
丈夫です、タクトさん。これから向かうエデンで7番機さえ取り戻せば、ミント先輩もきっと部屋から出てきてくれます。はいよ。はーい。いい気分で寝ていたところを起こして悪いが、俺だ。だから俺だと言っただろう。こんな日だって言うのに、いつまで寝ているんだ。早くブリッジに来い。お前の作った遠征計画の完成度が高かったからな。とはいえ、それでも出撃可能なのは艦隊の7割が限界だ。残る3割は必然的に後続部隊ってことになる。そうだな。それにしても壮観ですよね。エルシオールを機関にして、これだけの艦隊が一緒に来てくれるんですから。でも、逆に言えば、それだけの艦隊が揃わなければ、エデンを解放できないってことですよね。前と違って、今度はこっちがバルファスクの懐に飛び込むんだ。そうでなけりゃやってられんさ。責任重大ですね。だから負けられんのさ。マイヤーズ司令、各艦より通信。出撃準備完了。いつでも行けるとのことです。あと白き月、それとトランスバール本星からも通信が入ってます。シャトヤーン様、ノアさん、芝女王陛下も。すべてつないでくれ。さすがにお前でも緊張するか。違いない。行くか、マイヤーズ。ジュノー、確かエデンの本性であったな。今なお多くの民がバルファスクに支配されているというが、エデンを頼む。これ以上バルファスクの横暴で苦しむ人々があってはならんのだ。頼もしい言葉だな。期待しているぞ、マイヤーズ。ちょっと、エデン解放は当然として、他に忘れてることはない？
それが分かってるなら問題ないわ。いい？あれだけは何としても取り返すのよ。マイヤーズ司令。忘れてはなりませんよ。あなた方はトランスバールにとってもエデンにとっても最後の希望であるのですから。あまり無理をなさらないように。ミントをお願いしますね。またあなたと彼女二人の笑顔を私に見せてください。運を。お気をつけて。ま、しっかりね。全艦、クロノドライブ。目的地、惑星ジュノー。了解。クロノドライブ開始します。クロノドライブに移行しました。周囲に異常ありません。さて、この後はしばらく連続クロノドライブでの道中になるな。可能な限り急がせてるからな。最短で3日ってところだろう。つまりは小細工抜きの正面決戦という可能性が高いと。だが、そうだな、確かにこっちの方が分が悪いか。大丈夫ですよ。差し当たりエースの方は司令官が何とかしてくれるはずですから。愛は強しですよ、マイヤーズ司令。愛だのなんだのよくわからんが、これはやはりお前の仕事だな。ジュノー到着までの雑事は俺が全部引き受けてやる。お前はせいぜいエースを復活させることでも考えてな。頑張ってください、マイヤーズ司令。